はい今回はですねタイのチェンマイ旅行のご案内をいたします。格安航空券と現地のホテルと現地のオプショナルツアーを、えー、自分なりにアレンジして組み合わせてお安く楽しもうという企画になります。まずは航空券ですけども、えー、タイ国際航空ですね。スターアライアンスグループなので、あの全日空と同じ、えー、マイレージを貯めることができます。えー、こちらが福岡発着ですね、えー、最安値、ね、つまり五万二千円からです。えー、所税が一万一千五百三十円かかります。えー 日程としてはですね、乗り継ぎはスムーズです、帰りは現地は夜、夜発で朝、えー、福岡に到着しますので8時に着きますのでそれからまあ仕事とか学校とかいうのもま可能な方もいらっしゃると思います。 次にホテルですけれども、えーまあ、格安のホテルでしかもまあ四つ星というホテルチェンマイプラザです結構人気のあるホテルです、えー、朝食付きでですね、泊一泊二名室一部屋あたりが6600円ですのでお一人様あたりが3300円ですナイトバザルから徒歩10分、えー、くつろげる四つ星ホテルになります次に五つ星のデラックスホテルですシャングリラチェンマイ二、えー、名一室一泊一部屋あたりが3万200円ですので お一人様当りが一万五千百円になります。ナイトバザールから東北県内で、まあ高級感のある、えー、インテリアでまとめられている、えー、まあ豪華な客室になります。当然レストランや、えー、落ち着きのあるですね、バーなどがございます。はい、そして現地のオプショナルツアーですけども、えー、まあエレファントキャンプですね。まあ実際にゾーンに乗ってジャングルを、えー、歩きましょうと。 と,いうところそれから、えー、これ今、人気沸騰中なんですけども、純白の寺院ですね、えー、ワット・ロン君、えー、こちら、えー、とチェン内というところに、1日ツアーで行くプランの中に含まれております。えー、詳しい現地観光の内容はですね、画面下記載の URL をクリックしてください。えー、とチェンマイを起点にですね、えー、行き帰りのバンコクの乗り継ぎで、えー、バンコクに寄ることもできます。まあ、いろいろな組み合わせができますので、ぜひご検討ください。